岩槻大地のフィッシングクルーズ、毎週日曜日18時から配信。今日もスペシャルなゲストと楽しい釣り対談をお送りしていきます。それでは本日も素敵な釣りの旅を。どうですか、これからのその釣りの、まあ、展開じゃないですけど、中村さん的には今年1年の目標というか、いろいろあると思うんですけど。いろいろね、言われたこともありますからね、変なことも。ストリンガーつけとると虐待だとか言われてね。虐待だったら釣りすること自体が虐待じゃないですかね。まあいろいろなね、そういうところに魚に関する扱いっていうのはもう本当に釣り人それぞれのね、主張。クロダイだけなんですよ。あ、そうなの。他の魚に関しては何も言われないんですよ。あ、そうなんですか。うん、例えば歯で釣っとって、あ、まあ、針の割れたからグッて引っ張って殺しちゃったら虐待じゃないんですよ、ね。クロダイに関してはストリンガー顎にかけると虐待になっちゃうんですよ。それはでも持って帰るんですよね。キャッチする。もう飲まれて、何ともならないものはもう食べてあげるしかないですけど、あとはリリースして返したりとかね。まあ必要量だけ持って帰るって感じですよね。まあなんだかいろいろね、賛否がある難しい釣りではありますけど、これは難しいですね。まあでもこういう PR を今年1年も続けていかれてっていう形で、そのね、啓発の部分と、やっぱりいつもね、クロダイはあの夢の魚じゃない、ドラゴンじゃない、あのちゃんと釣れ、実在でこんだけ釣れるんだよっていうのを、あの釣りニュースを含めブログなりいろいろ発信されてますんで、皆さんぜひ中村さんのことチェックしていただいて。そうですね、あのたまにですけども講習会も開いてますんで、はい、参加していただいたらもうグッと世界が広がると思います。本当にクロダイは釣れない魚のイメージが何回も言ってるんですけど、今度は強いんで釣れるんで、クロダイはちゃんと、はい、時期に行きますね。冬でも釣れるし、すごいですよね。本当年間通して超過出してますもんね。釣れてますね、今のところ。いや今のところですよ、マグレですよ。いや、ね、これを見てる方結構本当に中村さん会ってなると、やっぱりクロダイを釣ってみたいって方が見られると思って。いいですね、いいですね。連絡ください。連絡くださいということで、中村さん Facebook を、ね、やってみえるんで、ね、はい、皆さんに弟子入りは大歓迎ということで、ぜひあの講習会も開きますので参加していただければ、いろんなこと、わからないこと全て教えますので。いや、心強い。僕もあの久々にクロダイと、あと今年ね、念願のもう一回やりたいですね。そう、釣りロケを、はい、ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。そうですね。本日は海鮮マカマカのご紹介です。海鮮マカマカでは南知多町の新鮮な魚介を使った美味しいお料理を楽しんでいただけます。またその魚介を使って創意工夫を凝らしたいろいろな串揚げもお楽しみいただけます。そしてですね、奥個室ご用意してまして、こちらは半個室お二つあります。カウンターはアクリル板も設置しておりますので、安心してご来店していただけます。ビルの4階にあるので隠れがちデートに接待おすすめです。ぜひ皆さんお待ちしております。もう本当に南知多町の海釣りをもう本当覆したというか、僕の父親ってもともと渓流釣りがメインだったんで、それで子供が楽しめる釣りでずっと南知多に連れてってもらってたんですけど、その僕の中の南知多のイメージを覆したのはやっぱり中村さんなんで、こんなに釣れる釣り場なんだっていう。いや、ね、釣りは楽しいですけど、やっぱりね、これだけね釣れるともっと楽しくなると思いますので、皆さん釣りの世界を広げていただいて、こんな感じでどうですか、フィッシングクルーズ。いいですね。中村さん、もっといろいろお話ししたいことあれば。いや、僕は今ここで言いたいのは、はい、まあ、あの要はテレビでも結構有名な方が出てるじゃないですか。あ、はい、いろんな釣りやってますよね。そうですね、やる時も出てやってるじゃないですか、はい、うん、で30分放送の番組とした場合、うん、僕の気持ちですよ、はい、釣り番組は15分でいいんですよ、はい、あとの時間は清掃活動にしてくださいと僕は大きく言いたいんですよ。有名な方がほうき持って、あ、確かに、ね、あの小マセをこうやって集めとる、その姿を見せてくださいよ。そっちをちゃんと取らないと。そうなんですよ。僕はフィッシングショーの時にもそうやっていろいろとメーカーさんに話してるんですけどね、うん、釣るのは誰でもいいですよ、うん、結局そうですよね。その釣り業界が
高齢化から栄えていくためにも続いていくためにもそういう活動がやっぱり表に出てからこそっていうメッセージですよね、うん、確かに。特にね、堤防釣りで放送があった場合には最後どないなってるんだろうとかね、いろいろ考えちゃうんですよ、ね。今度撮るときはそういう場所も含めて、そうですね、はい、ぜひ僕は必ずいつもあの陶器とチルトリを持って、はい、で、でそのあと全部流して、そうです、きれいに、ね、拭いてってやって帰られる中村さん、そういったところもぜひあの動画で皆さん見ていただければいいかなと。そうですね、はい、じゃあその辺も含めて今年はぜひ、皆さんちょっとコロナで、ね、なかなかロケは行けないですけど、ですよね、いつまで続くのかちょっと分かんないですけど、はい、まあ、各自いろいろ気をつけていただいて、まあコロナね、まあ、あの釣りはね、なるべくその密になりにくい趣味でありますので、そうですね、あの大いに楽しんでいただいて、あのぜひ次回の動画で、あのじゃあ中村さんと僕のそういった釣りの動画もね、そのフィッシング前回のリベンジちょっと前すごいメニューを持ってるというか気にされてるんですけど、僕あの全然メバルに助けられただけで勝利とは思ってないんで、あの僕からもあの黒鯛挑戦させてください。全次回ぜひやりましょう。ぜひやらせてください。ということでこんな感じでフィッシングクルーズ、あのいろいろ、これ多分ね、動画の向こうの方はすごい中村さんに聞きたいことがいっぱいあると思って、ここで締めちゃうのっていう感じだと思うんですけど、そうですね、のこの先はね、Facebook で中村さんにあのやり取りしていただいて、弟子入りご希望の方どしどしお待ちしておりますということで、はい、そんな感じで続けていきたいと思いますんで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ釣り対決よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。本日も動画のご視聴ありがとうございます。岩槻大志のフィッシングクルーズは毎週日曜日18時から配信です。ぜひチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。